はい、キャンドゥのですね、コンパクト折りたたみ焚き火台、早速ですね、穴を開けてカスタマイズしたいと思います。はい、ではですね、こちら、キャンドゥのですね、組み立て式コンパクト焚き火台、なぜね、ちょっと魔改造、カスタマイズするに至ったか、ちょっとお話しします。こちらですね、実際一回ちょっと動画アップしてるので、その時にですね、ちょっと使ってみたんですけども、途中でね、よく火が消えます。これは、もうちょっと空気がですね、うまく取り入れてないのかなと思いまして、ちょっと穴を開けてみました。必要なもの、マキタの、インパクトドライバーですね。もう、鉄鋼用ドリル、4ミリですね。三菱マテリアル製じゃなくても、普通にホームセンターに売ってるものでも OK です。で、ドリルで穴を開けるためにこういうね、ブロックで穴を開けるとき、もう何個か開いてるんですけど、こういう板ですね。と、まあ、本体、穴開けるプレート。あと、滑り止めの、こう、グリップがあると安心ですね。はい。まあ、実際開けるときなんですけど、こんな感じでですね、押していきます。ただ、木工用ドリルと違って、ちょっとね、押した方がいいです。押した方がギューってね、削れる感じになります。実際穴開けてみました。穴開ける場所のポイントです。実際はここにですね、まあ炭床 と、底板が来るんで、一応このですね、底板の方から空気が入るようにここに2箇所ずつ穴を開けていきます。ちょっと下手くそなんでね、不揃いなんですけど、これで燃焼効率が上がります。下側からこう空気がですね、入ってこう上昇気味にですね、上がっていくように、まあ、煙突効果ですね、この効果を狙いまして、この灰受けと、まあ、底面のプレートの間に穴を、それぞれ4箇所ですね、開けてみました。結構小さいのでですね、松ぼっくりより松の葉っぱの方が透けやすいですね。はい、一応横にですね、穴開けるだけですね、この燃焼効率、素晴らしいですね。550円以上の価値が出ます。はい、マシュマロフォークはですね、1つはキャプテンスタックのもので、残り2つはですね、セリアのものを使ってます。110円、安い、しかもちゃんと伸びるんですよ。もう穴を開けただけでですね、もうこんなに燃焼効率が上がります。まあ、マシュマロを焼くときはですね、少しちょっと炎が上がった方が、まあ、たくさんの子供でこう焼けるんで便利ですね。無印良品でですね、買えるマシュマロ3選ご紹介します。
小学生が挑戦、食レポしてみました、ちょっと小学生なんで多めに見てくださいね。焼きマシュマロは外がパリパリで中がトロトロなので、マシュマロがとても美味しくなります。今焼いているのはヨーグルトマシュマロです。このヨーグルトマシュマロの味わいは爽やかなクリーミーのような味わいが美味しい食感でした。ヨーグルトマシュマロ、99円、税込みです。今焼いているのは一番大きいチョコマシュマロです。このチョコマシュマロの味わいはチョコが何よりまろやかで、マシュマロを一層美味しくさせます。チョコマシュマロ、290円、税込みですね。なんですね。何マシュマロだって、グダグダですね。取ればダブルチョコマシュマロです。食べるととろーり、外はパリパリになるんですが、中がとろーりしててとっても美味しいです。中にはチョコが入っています。ダブルチョコマシュマロ290円、こちらも税込みです。はい、これはダブルチョコマシュマロです。ダブルチョコマシュマロは私が一番大好きでとてもおすすめです。マシュマロの生地にもチョコが練り込んであって、焼くことで2倍のチョコの甘さがします。はい、無印良品のですねマシュマロのいいところなんですけど、290円台のこのチョコマシュマロ、ダブルチョコマシュマロは一個一個個包装なんで、やっぱり衛生面的にも使いやすいですね。与党はもちもちです。一番のですねおすすめは、ダブルチョコマシュマロですね。ここだけ全然違います。あと今無印良品さんのサイトの方にも載ってるんですけど、期間限定の栗マシュマロ、こちらも気になりますね。こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。